地下化は、昇殿が許されない停心の価格。江戸時代には、約460よやあった。商殿とは、天皇の日常生活の場である、清涼土の南美佐市にある天井館へ登ることで、苦行以外に昇殿を許された者を、天井人、許されない者を、地下人といった。旧世紀以降、商殿を許されるかが、朝廷の身分制度として、 重要な意味を持つようになったが、はじめは天皇との私的関係に基づき、個人に許されるものであった。しかし、公家社会において、世襲や先例重視の傾向が強まるとともに、商殿を許されるか、どの段階で許されるかは、出自によって、おおよそ決まるようになっていく。中世以降は、昇殿を許される家と昇殿を許されない家という、 価格が明確に区分されるようになり、地下化の概念が成立した。後には、地下化の定身は3位に上っても省電は許されないようになった。なお、6位くらびとの最上位である極老を1台で3度、勤めるか、3台連続で勤めた家は、同情家となる例があったが、実例は少ない。また、同情家と同様、旧家、神経の区分があったが、 桜町天皇の時代にりに神経を立てることが停止された。維新後、地下家は原則として氏族に列したが、地下家の筆頭格であった、押し工事や、三武家は、道場家に準じて、また、伊都宮小崎家、富池は、勲功により、家族に列せられた。地下家も道場家と同様、生殖余業であった。江戸時代には、地下の生殖は、局、勤務、官務、 倉人書水湯が、それぞれ劇方、勘方、倉人方の世襲の諸役人を干渉し、朝廷の各種行事の運営を司った。特に、局務と勘務を並べて、両局と称され、幕末には、水湯を加えた三模様子という言葉も現れた。再勘人の三夜以外の地下かの勘人は、波管人と呼ばれ、さらにその下には、儀式などの際に雑用を担当する。 下官の人と呼ばれる人々がいた。並官人は6位から立身するのに対して、下官の人は7位もしくは文みから立身するのが通例であった。下官の人は一種の株の形で身分を売買することが行われ、また必要な人員確保を理由とした監視による取り立ても行われたため、京都や周辺の商人や農民が社会的身分の上昇や、 生活の糧の獲得などを目的に、地下官人の身分を得る例もあった。下官の人は、江戸時代後期の朝木最高に伴う人手不足を補うために増員され、地下次第によれば、延長5年には73名であったものが、完成8年には110名、加永2年には170名に増加している。ありがとうございます。